女性宮家発案の上皇陛下、議論に消極的になっているのではないか、小室圭さんの存在が防波堤ではないのでしょうかということが話題になってましたね。そうですね、まあ、この女性宮家の話についてはちょっとね、小室圭さんと眞子さまの話題になってからかなりちょっとどうなるのかわからない形になってますよね。今なんか意外と女性宮家、まあ、一般になんかアンケートを取ったら、はい、女性天皇を OK っていう人が 80% で、女系天皇が OK っていう人も 70% みたいですね。あ、結構高いんですね。かなり要因的な感じで多いって形で、ただまあその OK してる人らっていうのはあまりその女系天皇の怖さっていうのを分かってないんでしょうね。多分よく分からずにってことでしょうね、おそらく。まあ女性天皇は別にいいと思うんですけど、ね、今までもあったし、はいはいはい、ただこの女系を認めてしまったら、例えば、まあ、女性皇族がもし海外の人と、ね、結婚するってことあるじゃないですか、はい、まあ、そうした時に、まあ、例えば韓国人と女性皇族が結婚して、その子供が天皇になる可能性があるってことじゃないですか。ああ、そうですね。その子供は韓国と日本のハーフじゃないですか、はいはいはい、で韓国と日本のハーフの子が韓国の子と結婚する可能性も出てくるじゃないですか。そうですね。ってことはもうほぼ韓国の人とが天皇になるって形になるじゃないですか。確かに確かに。でそういう危険性があるから女性天皇っていうのはね、どうかなっていうのもあるしね。まあそうですよね。でもその辺を全部こう周りが用意した人とお見合いじゃないけど、はいはい、そういう感じでできたらまだあれでしょうけど、自由恋愛みたいな感じになったらもうむちゃくちゃになる可能性ありますね。自由恋愛でも海外の人と結婚しちゃダメとかね、そういうふうな、そうですよね、危険を設けるとか、まあ、ただそれにしても、まあ、女性天皇はいいとして、女系天皇を認めてしまったら、まあいろいろとね、はい、もう親戚が天皇っていうのが当たり前になってきますからね。ああたくさん出てくるって感じですよね。そうですね。なんかその辺がまあ難しいところなんでしょうね。なんか最近行われたこう有識者会議にも、まあなんか芥川賞作家の方とか漫画家の方とか、はい、なんかそういろんなところから意見をまあ吸い上げてはいるんでしょうね今。そうですね、どうしようかみたいなまあその意見をまとめて今年の秋ぐらいにまた国会とかで取り上げてやるみたいですけども、まあこの辺がね、はいはいはい、女性宮家創設ってどうなるかってことでしょうね。あんまりよく分かってない国民に聞いたとしても良くないですけどね。この有識者会議っていうのはよく分かってる人に聞いてるみたいですね。ああ、まあそうですね。この有識者会議はそうですけど、はい、こっちの方が重要かなって感じですね。そう、国民のアンケートより。ちなみになんかこの小室圭さんについてはアメリカとかでなんかお面とか持ってるみたいですね。小室圭さんの顔をしたヒカキンマスクみたいなもんですか。まあなんかね、あんまり需要ないと思うんですけども、でもなんか日本円でなんか3600円ぐらいの値段で売ってて結構高いです、ね、結構する、うん、まあなんか、まあ、いろんな マスクを売ってるんでしょうけどね、その人に限らずね、他にまあ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 、えでもそんなに小室圭さんのこの話題、眞子さまとの、はい、海外ではあんまり話題なってないんですよね。話題なってないですね、あんまり。ただまあこの業者っていうのが、このマスク業者がアメリカにもあるしイギリスにもあるって形なんで、イギリスの方では結構ね、あの同じような、日本と同じような感じで王室とか変わったりとかして、まあ、アメリカは王室がないんで、はいはいはい、あまり話題ないかも分かんないですけど、意外とイギリスの方では話題になってるかも分かんないですね。ああ、なるほど。なんか似たようなのが日本でも起こってるでみたいな。そうですね、うん、でちなみになんかそのマスクのタイトルというかね、それがなんか、はい、ビッグヘッドみたいな感じで書いてあるんですね。顔でかいとか、まあ、そういうのもあるし、まあ普通になんか顔でかいっていう意味もあるんですけども、なんかうぬぼれやっていうのも意味もあるみたいですね。うぬぼれやとか顔でかいとか、まあ、顔でかいして不安定とか気取ったとか、そういう意味があるみたいですね。そっちの方を訴えた方が小室さんお金取れるんちゃいます？無理なのかな。あ、まあまあお金取れないでしょうけどね。まあ、ちなみになんか眞子さまと紀子さまは結構なんか仲いいみたいで、はい、まあ、最近でもなんか全日本ろうあ連盟とかが配信した映画を一緒に見たりとか、まあ、若手芸術家を支援するチャリティーコンサートを一緒に見たりとか、はいはいはい、まあ、週末とかには畑の草むしりとかね、草取りとか野菜の収穫とかを一緒にやったみたいですけども、仲いいですね。ただまあ小室圭さんと結婚の話題になるとやっぱりなかなかっていう感じでうまくいってないんでしょうね。まあそうでしょうね、うん、もしかしたら小室圭さんの話題はあんまり出さないように対話してるかもしれないですね、うん、だからまあなかなかその辺で説得ができないということで、どうも紀子さまもその去年の秋ぐらいから結婚を容認スタンスに変わってきてるんちゃうかみたいな感じで言われてるみたいですね。あ、そうですか。まあ先日のなんか妊娠中の女性への支援をテーマにしたウェブセミナーとかでも、まあ、近い関係者とかに娘さんを守れていませんねみたいな感じの弱音も漏らさせたみたいですけどね。まあうまいこと、まあ普通は破談させないといけないけども、まあその辺がうまいことできてないねみたいな感じのことを言ってたんですかね。まあでもその親ってやっぱりね、もう子供を何があっても自分が
もう一緒味方っていうか、はい、やっぱ力になりたいと思いますから、まあ、ただまあ娘さんのことを考えるんであれば何としてもね体を張ってでも止めてあげるのが親としては役目だと思いますけどね本当はそうなんでしょうけどね、うん、まあこの辺がねどういうふうに感じたのかよかったコメントもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録もまたしたら登録の方もお願いします。よろしくお願いします。